さあ始まりました。さあ今年、旧スクールチャレンジする柴田豊和、今のところいいダーツします。対するはパーフェクト、群馬大会優勝の伊藤博康、上ヶ島亮、ショーピア。フィードの先行後攻は距離で決まります。みんなアウター関係なく距離で決まります。あ、社長どうも、KP です。試合展開が早い試合が期待されますね。いやいや、いい試合ですね。やっぱたまに見る、たまに見るというかね、この日本の試合でも全然スタッツ的に見れば、PDC と変わらない時もあるじゃないですか。うん、そうですね。うんうんうん、なんで、絶対その向こうでの経験というか、向こうでどんだけ試合をするかだけが足りないだけで、向こうに行けば日本人も活躍できるポテンシャルっていうのは全然あると思うんで、うん、確かに。だから今回みたいなね、あの柴田選手みたいな、その旧スクールに挑戦するとかっていうことはね、本当にこう先につながっていくことだと思います。ですよね。うん、慣れてないのは経験と多分ドングフォーマットぐらいだと思うので、技術的にはそこまで。そのままエドワードとかチャレンジしてほしいですよね。そのままもうの居残りで残って。そうですよね。行ったり来たりも大変です。なんかすごいな。早い。早い。そう、早いです。もうこれすごいですね。シングルシングルで行くじゃないですか。ちょっとプレッシャーかけたいところですね。ですね。これは決勝もベストオブ5なんですか。そうです。あの機械の性質上、ベスト4、あ、ベスト5以上まだできないよね。うん。一応頑張って、ベストオブ5までした次第です。最初はベストオブ1だったんです。あ、そうなんですか。いやいや、オンライン対戦ですから。ああ、はいはい。うん、オンライン対戦ですから、もともとそういうことが想定されてなくて。で、そこに付け加えて、ベスト5までしてもらったという経緯があるんです。うん、はい、なので、かなり向こうにも開発頑張ってくれて。はい。はい、マットハウス。さあ、これは分かんなくなってきた。さあ、伊藤博康ならトライまではいける。来た、トライまでいける。さあ来た。あ、うん、いやいやいや、あとはマットハウスどうなるか。いやいや、中西選手、尾道ダートオープンとかぜひフィードお願いします。出ると思いますよ、中西君ね。
来年ですよね。はい、来年7月、あ、2月。予定はしてます。はい、出ます、出ます、はい。出ないわけないじゃないですか。まあ、昨日も愛媛のお店にですね、はい、ぜひフィドを置いてくださいできるだけ近場でやりたいんで。ですよね。まあ、週に1回ぐらい投げ行けば、多分言ってくれるんじゃない、置いてくれるんじゃないですか。そう、置いたら週に1回は行きます、来ますと。ね、はい。ねえ、なかなかね、時期が時期なので、こういう時期で、なかなかね、そうですね、ダーツに対する投資が思い切れないのは分かりますけどね。はい、さあ、上ヶ島翔。いや、上ヶ島選手、うまいな。本当にうまいですよ。ナイス、ナイス、ナイス。柴田選手の今の3投とか、なんかいつでも20絡み、あ、60絡みますって、なんか感じですよね。すごい。さあ、すいません、お二人お願いします。はい、あ、はい、あ、行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃい。さて、柴田選手、Q スクールトライするっていうことですからね、ぜひぜひ、いいダーツにしてね、勢いをつけて、行ってもらいたいと思いますね。もう1月は多分試合がないと思うんで、国内でも。これが最後の試合じゃないですかね。おそらくそうなるんじゃないのかなって思うのでね。僕はちなみにね、今年の尾道ダーツオープンで、まあ、フィドでやった大会だったんですけど、ダブルスとシングルス優勝させていただいて、次の日、まあ、尾道からその終わった日に広島から東京に移動してですね、次の日からイギリスで行って Q スクールだったんですけど、非常に体調が悪くてですね、飲みすぎましてね、尾道で。でもその感じで飛行機乗ったんですかね。でも試合の時もですね、全然喉が開かずに、全敗しましたね。初めてトライした時以来の全敗です。ここは柴田選手、あ、トライまで行きますね。今ちょっと4-5行こうかなみたいなところからね、うん、11に変えて、やっぱり11に変えて、ナイス、ナイスダーツ。いや、さすがだな。さすが、その迷わずね、ダブルを打てるからね。そうですね、うん。まあ、見ている皆さんもね、まあ、浅田柴田ペア、ね、このペアが今優勝するんじゃないかと思われている方は多いと思いますけどね、ぜひどうにか食らいついてね、おやおやおやっていうところを見せてもらいたいなと。まあ、オッズ的にはもう 1.2 倍ですからね。1.2 倍。いや、決勝戦になるとまたちょっと分かんないんじゃないですかね。今朝ワールドチャンピオンシップの会場と行かれたことあります？会場はまだ行ったことないです。
セットごとに休憩が入るじゃないですか。入ります。その時にね、あのモニターにあのセットごとにオッズが変わってるから、みんな見に行きますね。セットごとに買いに行くっていう。あります。今だったらこっちだーって、携帯とかでも確認できます。そう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 、どんどん変わっていくんでね。今のところあのどん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  1.1 倍に近づいてる浅田柴田ペア。ツアーカード取ったらジャパンツアー出ないのかな。どうでしょうね。まあその向こうでになるのか、それともそのイギリスに住んで回るっていうプランとね、きちんとしたその、なん段取りができてれば向こうに住んだ方がいいと思いますけど、なかなかその都度イギリスに行くっていうと、まあスポンサーさんが出してくれるとかって、そういうことがない限りはやっぱ結構きついと思いますね。うん、あ、やっぱそうなんですね。いや、でもツアーカード取って出ないっていう、ただでも逆に言ったら別に行く必要ないっていう話じゃない。そうですね。そうですね。もったいないですね。もったいないと思いますね。だから取ったら多分本人は回るつもりで行くんじゃないですか。違うのか。なんかまあむしろその、出なかったら本当に。なんで Q スクール行くんやろっていうところになると思うんで、それはあのまあいろいろね、選手にとっても事情はあると思うんですけど、その試合に出なかったらなんで Q スクール出たのっていうのはもう言われてしょうがないことだと思う。でそれ同じこと山田に言いました。お前じゃあ何、イギリス行くのって言ったら、いや、社長止めてばイギリスに作ってください。お前、俺次第っておかしくないっていう話しましたもん。お前、ふざけんな、お前。その辺のところはっきりさせるのまずくないって。まあでも、それを含めてあの山田さんが Q スクール取らんでよかったですね。止めてばがイギリスにできてた可能性があるんで。ざっと大変なことになってましたもん。3倍返しみたいな。出してみたもん。今でも本当ほとんど店潰れてるみたいですね、イギリス の, あの飲食店は。まあ、飲食大変ですね。テイクアウトだけですね。はい、おめでとうございます。ちょっとダブルうまくない？うまい。うますぎ。出たらもう決めてます。いや、ですよね。これちょっとやばいな、芝とよ。いやいや、行くなら行ってほしいですよ、ここまで決めれる。すごい、大阪チームオール 3-0。そうそうそう。